メニ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 600。このコーナーは鹿児島県の高校の英語教材としておなじみ英作基本文例600、通称600選、こちらをリスペクトしやまない我々が番組オリジナルの文例や日常会話ことわざなどを英語の先生の資格を持っている上友ちゃんが英語で、そして私タクピーがカゴマ弁に訳してご紹介します。国際色豊かにかつローカル色ふるさとたっぷりに楽しんでいただくコーナーです。ラジオの前の皆さんも私たちと一緒に声に出して楽しんでください。ふっとか声で頼むべきもんでな。では今回も早速やってみましょう。今日の文例、タクピーは自分のことは自分でやれる年頃です。In English、 Tak P is old enough to take care of himself. Tak P is old enough to take care of himself. カゴンマ弁で、タクピーや、わがんこちゃわが弟子がな年頃じゃっど。タクピーや、わがんこちゃわが弟子がな年頃じゃっど。よーし、解説しよう。はい、はい、では英語の解説からいきますね。タクピーは自分のことは自分でやれる年頃、英語。はい、 Old enough、 今日のポイント、うん、Old enough です。これ何々するには十分な年齢だという意味なんですね。何々するには十分な年齢をオールドイナフって言うんですね。はい、はい、でイナフだけだと、うん、まあ十分なとか必要なだけのという意味になるんですけれども、うん、そこにオールド、これを足して何々するには十分な年齢となります。逆にヤング、オールドの反対はヤングですよね、うん、若い、はい、ヤングイナフだと何々するには若すぎる、あ、こういう風になるんですね。え、トゥーヤングとは違うんですか。トゥーヤングとはちょっと違う。タラトシコ悲しみトゥーヤングとは違うわけですね。ではちょっと違うんですよ。あ、そうなんですね、はい、ほうほうほう。でポイント、イナフの発音です、うん、イナフのフの部分、ちょっと、はい、先週のスから俺ちょっと恐怖なんだよ。このイナフのフの部分は、うん、前歯で下唇をちょっとこう噛む感じ。下唇ばっかり出てくるじゃねえかよこれ。enough。 あ、今度は先週は猪木でしたけど、あの猪木で顎出してましたけど、今週はウヨを出すわけですね。 enough。 そんなに話さなくていい。おそ松くんの嫌味みたいな感じですね。軽く噛むぐらい。 enough。 あ、まあ、でもそんなちょっと近いですね。こんな嫌味みたいな外国人見たことないざんすよ。もっと皆さんナチュラルにね、あの発音するんですけど。で続いて Take care of himself なんですけれども、うん、以前 Take care を大事にって習いましたよね、はい、Take care of yourself とか Take care of himself というふうに、その Take care の後に自分自身をつけることによって、うん、お体を大事に、自分自身の世話を自分でしてね、そういう意味になるんですね、うん、今回はタクピーの話なので、ええ、Take care of himself、 これであの彼タクピーが自分の面倒を自分で見る、つまりこれ全部訳すと、タクピーは自分のことは自分でやれる年齢です、そういう風になっていくんです。なるほど、 Take care of himself で、はい、自分のことを自分でやれるということなんですね。そうですよ、はい、ではタクオさんもラジオの前の皆さんもご一緒に、タクピー is old enough to take care of himself. タクピー is old enough to take care of himself. Enough. Enough. Very good. Enough. Enough. ちょっとあのだいぶ下唇だいぶ口の中入れ込んでません？うん、僕はね、下唇がでかいの。だからね、前歯そんな全力で出さなくて大丈夫です。はい、軽く噛むぐらいで。軽く噛む、はい。軽くはできないですよね、なんかね。Take care of の部はどうですかって今ディレクターからあったんですけど。Take care of。Of。Of。Of。部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 。これなんの、薩摩マシンなのかな。鹿児島でしか生きられないからなのかな。薩摩マシンだ俺は。鹿児島の機械だ。慣れてきたら大丈夫ですよ。いや、もうカリフォルニアマシンにはなれない。薩摩マシンだよ俺は、はい、数を重ねればいけます。
できますかね。なれます。じゃあタクピーズオールドイナフトゥテイクケアオブヒムセルフ。はい、さあ続きましては過言場面です。はい、タクピーはタクピーあわでもちょっとあっぽいわでいいんですけど、タクピーああっぽいわあっぽいわ、タクピーあはいわがんこちゃわがでしがな年ごろじゃど。まずタクピーの P ですが、これはですね、プリティとかパーフェクトとかポピュラーとかポカホンタスの意味があります。ポカホンタスの意味もあったんですか。タクピーの P にはポカホンタスがタクピーなんですけどね。知らなかったです。それは俺も今言ってて初めて知りました。わがんこちゃ、わがというのは自分のことですね。わが、はい、でわがんのんはののが詰まってわがんになってるんです。わがのがわがん、うん、はい、わがんでこちゃ、ことはことはとわが縮まってこちゃになるわけですね。こちゃ、はい、わがで自分でですね。でしがな、しがなるというのがですね、することができるという意味なんです。おお、しがなる、しがなるがすることができる。でこのるが詰まってしがなになるんです。しがな、うん、しがなになるんですね。で年頃じゃっと、はい、じゃっとのじゃですが、じゃはだという意味です。だ、そうだはそうじゃ、そうじゃ、うん、だよ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 はじゃ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 になるわけです。おお、へえ、じゃ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 って言えばいいんですね。じゃ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 、これね、あの年下の人にとか同等の人に言う人なので、はい、上手の使い方間違って岡田部長とかにじゃ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 ってじゃ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 そいじゃと、そうですって意味なんだよって意味だけど、目上の方にジャッジャッと赤ら部長ジャッ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 って言ったら絶対ダメですからね。ダメなんですね。あのいいご意見が出た時にジャッ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 絶対アウトですからね。気をつけてくださいね。鹿児島弁はですね、あの同等とか目上では全然言葉が違いますので、わかりました。年下にじゃあ使うようにします。だから高見ちゃんとか小野くんにはジャッジャッって言っていい。わかりました。小野くんジャッジャッジャッじゃ、小野くんは分からないでしょうね。じゃって話になると思いますね。で、じゃどのどはですね、はい、まあこれもですね、念を押す意味で、だよっていう意味のよ、がじゃ。なんならですね、しがな年頃じゃって終わってもいいんですけれども、あえてどをつけて、もうちょっとこう強めに言ってるということですね。じゃなんとかだよは、じゃっと、うん、じゃっと年頃じゃって終わってもいいんですけど、どうつけるとこう念を押すようなちょっと強めの意味になるという意味ですね。はい、でこのどなんですけど、一番最後に来てるんですけど、これが濁点取れてとになると今度は疑問形になるんです。おう、これがどがとに変わると年頃じゃっと、じゃっと年頃ですかって聞くような疑問形に変わるわけですね。じゃあ何か多幸さんに質問するときにじゃっとって聞けばいいんですか。じゃっとって聞くの、じゃっとって聞くともう決めつけてきてる。あ、だから私のことをすっじゃっとと聞かれたらすっじゃっとで、どととで全然違うっていう。すっじゃっと、そうだからデートに行ってね、3回目ぐらいのドライブデートでもうそろそろ告って欲しいなってあるじゃない。向こうにこっち空気出してますよ、そろそろ告ったらどうですか、郷ひろみの言えないよとか後ろで BGM でかけてる場合じゃないですよね。そういう時に私のことすっじゃっとって聞いたら、向こうがおう、ゆりえのことがすっじゃっと、でどととでこんな違うということですね。おー、はい、3回目ぐらいのデートちょっと遅いですね。もう早めに告白した方がいいですね。2回目ぐらいのデートです。はい、でこれ使っていただければと。わかりました。すっちゃっとって言えばいいんですね。すっちゃっとって言えばいいんです。すごく合ってるんですけど、使い方として合ってるんですけど、キャラに合わないですね。キャラに合わないですね。はい、あのもう本当に今ここで約束してください、はい、会社の上司の方にじゃ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 って言わないのを今約束してください。約束します。はい、いうことです、はい、誰から聞いたかって話になる。捜査線上には僕しか上がってこないと思いますので。たくおさんから学びましたって言いますね、 ですね、そのあなたのキラキラした素直な目が怖い時があります。では行きましょう、はい、タクピーはわがんこちゃわが弟子がな年頃じゃど。タクピーはわがんこちゃわが弟子がな年頃じゃっと。じゃっとじゃっとじゃっじゃっじゃっじゃベリーグッジャ。
メニミニ600はアウタクの TikTok、またポッドキャストでもご紹介していますので、合わせてお楽しみください。以上、メニメニ600でした。来週もお楽しみに。Very good!